はい、どうも、ラスです。今回ですね、こういった、パソコンとかのね、データを保存するストレージですね、ストレージの、書き込み速度とか、読み込み速度、こういうのをね、検証していきたいなと思います。まず、これが、マイクロ SD ですね。マイクロ SD の1個目と、で、マイクロ SD の2個目。何が違うっていうと、これマイクロ SD になるんですけど、僕が最初に購入したのがこのサムスンのエボプラスとかやつですね。で、なんかですね、これ 64GB のタイプのものになるんですけど、右下にね、書いているあのスピードクラスっていうのが、ね、これによって速さとかが変わってくるので、まずね、このサムスンの 64GB のマイクロ SD の書き込み、読み込み速度の確認してみたいと思います。その後ですね、僕がこの前購入したサンディスクのエクストリーム 128GB で、スピードクラスはですね、さっきのよりかは若干速いみたいなんで、これとね、前のやつの違いを見てみたいかなと思ってます。で、あとこれですね、トランセンドのこれ外付けの SSD ですね。めちゃくちゃコンパクトですよね。この前買ったやつで 256GB の SSD ですね。これもね、多分マイクロ SD よりかは速いはずなので、読み込み書き込み速度とかの検証してみたいと思います。はい、マイクロ SD と SSD とは別にですね、このパソコンに内蔵されている、このハードディスクですね。ハードディスクと、ローカルディスク D は SSD ですね。ハードディスクと SSD のね、書き込みとか読み込みの速度も一緒にね、検証してみたいと思います。合計ね、5つですね。ということで、今回ね、計測するソフトは、このクリスタルディスクマークですかね。っていう結構ね、有名なソフトが、これでね、書き込みとか読み込みの検証できるみたいなんで、早速やっていきたいと思います。クリスタルディスクマークの画面になるんですけど、ざっくりね、画面のね、見方とね、解説していこうと思います。これ、左上のやつが、テスト回数ですね。何回テストするか。で、テストした回数の一番いいやつをスコアに出してくれるみたいですね。で、テストサイズ、どれぐらいの容量のデータを、書き込みとか読み込みするかっていうことですね。今回は 1GB ですね。の容量をやってみようかなと思います。で、これがテストドライブですね。今ね、自分は C ドライブ、内蔵の C と、D ドライブ。で、外付けの F ドライブね。これ挿したらまた認識されるので、SSD とかね、マイクロ S、外付けのやつは、これね、順番に変えてやっていこうかなと思います。で、表示単位。表示単位はここに現れる数字ですね。最終的に、どんなスコアだったのかがここに出るようになってます。左側の列が、これは読み込みのパフォーマンステストの結果ですね。で、右側が、書き込みのパフォーマンステストの結果が、出るようになってます。今0ですけど、テストした後にこの数字が更新されるというような感じになってます。で、テストのね、この行がね、4回この変わったね、テストをするんですけど、まず1個目がですね、シーケンシャルに、書き込みしていくテストですね。シーケンシャル、順番にってことですかね。で、Q が8、スレッドが1って書いてるんですけど、Q っていうのは多分なんか要求の数みたいな感じかな。書き込みをしてくださいみたいな数を8つにして、スレッド、プロセスは1個みたいな感じかな。で、2つ目が、これもシーケンシャルで 1MB ずつってことかな。で、こっちはですね、Q が1個で、スレッドも1個で検証していくような感じになるかなと思います。で、続きまして3つ目がランダムにその領域に、ディスクの領域に書き込みするようなテストをすると。で、こっちはね、Q が32個で、スレッドが1ってことなんで、こんな感じでテストをしていきます。で、最後が、こっちもランダムアクセスですね。ランダムで、Q は、これはね、Q とスレッドが1個ずつ。っていうような、合計ね、4種類のテストをやっていくと。いうような感じでやっていきたいと思います。ではですね、まずテストドライブなんですけど、最初にお見せしたマイクロ SD の 64GB、スピードクラスは1かなってやつでやってみたいと思います。ということで、これね、オールと押すとテストが始まります。やっていきます。ちょっとね、時間かかるんで、そのあたりは省略していきたいと思います。はい、マイクロ SD のですね、速度計測が、終わりました。リードはね、シーケンシャルだったら、だいたいね、1秒あたり 90MB ぐらいの読み込み速度で、書き込みが、だいたい35から45ぐらいかな、1秒間あたり。なので、ね、何十ギガとかのデータを読み込むときとかは、ちょっとね、マイクロ SD だとそこそこね、時間かかるのかなと思います。ランダムの方は、あまりね、こっちは発生しないのかなと思ってますんで、基本はね、このシーケンシャルの方の数字が書き込みとか読み込みの速度になるのかなというふうに考えています。ということでですね、もう一個のマイクロ SD の方を見ていきたいと思います。はい、じゃあ次、スピードクラス3のマイクロ SD カード、検証していきたいと思います。じゃあ、オールでまたやっていきます。ちょっと時間かかりますけどね。
マイクロ SD の2個目のやつも終わりましたね。このスピードクラス3のやつは、リードはね、スピードクラス1のやつとほとんどなんか変わらなさそうな結果ですね。ただ、書き込みに関しては、2倍ぐらいの速さが出てる気がしますね、このライトが。さっきのは35から45ぐらいだったかな。なので、このライトのね、書き込み速度は、スピードクラスね、高いやつの方が有利っていうことが、わかりました。私が持ってるマイクロ SD の2つは検証終わったんで、次ね、外付けの SSD ですね。トランセンドさんで買った 256GB の容量のあるトランセンドの SSD ですね。こちらを試していこうかなと思います。いきまーす。はい。外付け SSD のね、計測も終わりました。マイクロ SD に比べてね、めちゃくちゃ早いですね。読み込みに関しては1秒間あたりね、シーケンシャルだったら500メガぐらいは安定していけるのかなって感じですかね。400から、ね、550ぐらいまで出てますね。ランダムの方は一旦置いときますけれども、書き込みに関してはね、書き込みはね、ほとんどね、リードに近い値が出てて、353から438ぐらい出てますね。で、さっきのマイクロ SD のクラス3に比べたら、何枚だろうね。あれが1秒80ぐらいだったかな ?80 だから、5倍ぐらい早いのかな。マイクロ SD に比べたら。ね、まあ、外付けでもね、こんだけ結構ね、速度出るんで、まあね、自分はちょっと今回この SSD 買った理由としては、ね、動画の編集とかを iPad とかですることを考えていて、まあ、その時にですね、マイクロ SD だとちょっとね、転送とか速度が遅かったんで、SSD をね、導入してみようかなと思ってね、今回買ってみたんですけど、思ったよりね、かなりいい数字が出たんで、良かったかなと思います。ではですね、次は内蔵のハードディスクと SSD をね、見ていきたいと思います。ということでやっていきたいと思います。はい、じゃあ、次は、C ドライブ内蔵ハードディスクですね。見ていきたいと思います。すいません。私勘違いしてて、C ドライブがですね、SSD のドライブでした。内蔵ね。内蔵の SSD ドライブでした。なので、外付けのさっきのやつと比較できるんでちょうどいいかなと思って見ていきましょうかね。ほぼほぼ同じなのかなっていう感じですね。ただ、なんか外付けのやつの方が若干ね、パフォーマンス良かったんじゃないのかなと思ってますね。リードも、ライトもね、若干今のね、私の内蔵のやつよりかは、外付けで、新しくね、買ったやつの方が若干パフォーマンスが良かったような気がしています。でもね、だいたい SSD の速度としては、ね、まあ、こんなもんじゃないのかなっていう感じで、まあ、でもね、やっぱ SSD はね、まあ、容量はそんなにないですけどね、やっぱり早いですね。早いので、大容量のデータとかの転送とか、ね、するときとか本当にね、役に立ちますね。ということで、次はね、ハードディスクですね。内蔵のハードディスクやっていきましょう。これ最後ですね。ハードディスクもですね、これで検証が終わりましたね。まあ、大体、リードとライトで1秒間あたり 100MB ぐらいっていうような感じですかね。なので、まあ、SSD よりかはそんなにね、速度出ないんですけども、まあ、値段的にはね、ハードディスクの方が安くて、容量ね、確保できるので、速度あんまり気にしない人は、バランスのいいハードディスクとかね、検討するのもいいんじゃないかなと思います。はい。ってな感じですね。一通り測定が完了しましたね。はい。ということですね。今回はこの各ね、SSD、マイクロ SD2 つと、で、あと、パソコンのですね、私が使っている内蔵の SSD とハードディスクですね。それぞれ5つのですね、ストレージのですね、書き込みとか読み込みの速度を、クリスタルディスクマークってやつですね、使って計測してみました。どうでしたかね、皆さん。なんとなくね、どんぐらいのデータを転送するときにどれぐらいの時間かかるのかっていうのがね、目安になるのかなと思いますので、最近はね、動画とか撮影してると結構ね、容量が多くてですね、転送とかね、そういった速度、読み込みにね、速度に時間かかることがあるかなと思いますんで、それぞれのどれ買うかっていうのを少しね、検討する材料にしてみてはいかがでしょうか。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係のですね、役に立つ動画をですね、皆さんにシェアしていこうと思ってますので、よかったらですね、気になる方いましたら、チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ということでですね、今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。失礼いたします。